フルデジタルのメーターにはハイブリッドシステムやナビゲーションマップを表示することが可能です。ステアリングホイールやインストルメントパネルがあるダッシュボードの装飾材までもが完全新設計。ステアリングホイールには走行モードやハイブリッドシステムを切り替えるスイッチが備わっています。ダッシュボードなどにつなぎ目などを設けない一体成型の手法を用いることで洗練された美しさを表現。ケーキ類のほとんどがドライバー側にまとめられ、ダッシュボードの切れ目からステアリングホイールとインストルメントパネルが現れたかのようなピュアでミニマリストなデザインが特徴です。シートや内装には高級イタリアンベゼルがあしらわれ、機能的コンポーネントに使われたテクニカルな新素材が高級感をさらに引き立てています。296GTV には新型の V 型の気筒 2.9 リッターターボエンジンと 7.45kW のハイブリッドシステムから構成されるパワートレインを搭載しており、 2.9 リッターの V6 エンジンは最高出力663馬力、最大トルク 740Nm を発生させます。